ゼロプレミアムスポーツゼロキッズ担当山本です、今日は世界大会に行った陸くんと一緒にお話を体験談を聞かせていただきたいと思います。自己紹介お願いします。立っていいですか。立って言うのどうぞ。高瀬陸です。8歳です。小学3年生です。お願いします。よろしくお願いします。はい、どうぞ座ってください。じゃあ世界で行った結果を教えてください。7位です。えらい声ちっちゃいな。7位でしたか。はい。スコアは1日目が69、76、75。はい。じゃあまず1日目、1日目は69でトップタイやったかな。はい。やったけど、その時はどうです、どんなプレーやった。緊張した。緊張しない。アメリカ行っても。はい。どうやった、1日目プレーしてみて。まあ結構パターもボギーも1個しかなかったし、アプローチも結構やったし、ショットもよかった。まあはい。じゃあ2日目、まあ多分緊張したと思います。初めて世界のトップになった時になって、初日がトップで、2日目どうやった。まずティーショットやんな。ティーショットから曲げたんやったっけ。はい。ティーショットを、隣のコースと僕が回ってるコースの真ん中に木がいっぱいあって、そこに打ち込んだ。入ってしまって、そのティーショットはどうやった。めっちゃ緊張して。めっちゃ緊張しておった。今まで以上に一番。よっしゃ今日もやったろうと。今日もやったろうと思って行ったら左曲げて、でピッチングで出そうとしたんですけど。出たんですけどラフに引っかかって、全然狙えるライで、50ヤード前ぐらいに木があって、で7番ウッド打ってパー5で、ノール距離で、で打ったんですけど、また左開きだ。またその前抜きに引く当たったちょっと左って当たって、また木の中に入って次5打目になって、で出だし何歩からスタートでした。9。どう自分では。焦った。やばかった。やばかった。で、まあそこから一応持ち直した。ノーボギーで持ち直した。まあそこはいいプレーヤーとしようよ。緊張して今までにないこと経験して。じゃあ3日目ですね。3日目は6番ホールまでボギー4つ取ってて、その次のパー5で、ピッチングで、寄って、バーディー取って、そっからボギーもあったけどパーもいっぱい取れて、泣きながら回ったらしいね。はい。すごい言われたくない。それは何が悔しくて泣いたのか、焦って泣いたのか。両方。あ、もうやばいと思った前半で。はい。前半でやばいと思って、どんな時に泣いた。もう4打目ぐらいでも全然。何番ホールで泣いた。1番からもう泣き出した。木の中に入ってとりあえず1番ホールから泣き崩れたんでしょ。3日目は泣いてないと思うけど。泣いてない、泣かずに回ったの。泣いた。あれ、あ、3ホール目でお父さんみたい。お父さん今みたい。見たってことは泣いてるなそれ。え、マジで泣いたっけ。もう記憶もない。3ホール目ぐらいで泣いてんねんな。初日トップからこんだけ崩れてしまった要因っていうか原因は何やと思う自分で。やっぱり気に入れたこと。気に入れたのがきっかけだと思います。それが原因。はい。世界で、はい、まあ、今回優勝したのは同じ日本代表で行った清之助。はい。清之助くんが勝ったけど、自分に何が足りへんかったやろ。アプローチの技とか、まあ、スイーパットが多かったのと、ショットもまあドライバーが曲がって、まあ、ドライバーもあのちゃんと曲がらないようにして、アプローチの技も増やして、スイーパットもしないようにしたら多分良かったと思います。良かったと思います。足りない、まだまだアプローチ。はい。どう、向こうの世界の子たちは自分となんか違うものあった。飛距離はでも全然勝てる飛距離持ってるでしょ。一人負ける子おった。
一人おった。え、めっちゃ飛ぶ。めっちゃ飛ぶ子おった。体どんな感じ？大きい？ハルトみたいな子？ハルトみたいな子が2位で、4位ぐらいに。めっちゃ飛ぶ子おった。俺より全然飛んどった。俺より全然飛ぶ子がおった。めっちゃ何ヤードぐらい置いていかれた？10ヤードぐらい置いていかれた。10ヤードぐらい置いていかれた。はい。あ、そう。ってことはまだまだ日本では一番飛んだとし、4年生で一番、3年生か、3年か、3年生で一番飛んでも世界では全然あんまり通用せんかった。あんまり2番、2番目ぐらいやった。世界では2番目ぐらいやった。他は、他もう狙えるけど上に木があって、うんうん、それでパーンって転がしていくのが、うん、木の下通したりするのがうまかった、まあ、日本ではあんまりフェアウェイに木があったりとかしないから、向こうの人はやっぱりそれが上手だった。世界で通用しようと思ったらやっぱ曲げれるようにならないといけないよね、もっともっと。まあまだまだ先の話になるかもしれないけど、アメリカでの練習環境とかどうやった？練習環境は、うん、日本とはやっぱ全然違うと思うし、環境は全然向こうの方がいいと思うけど。芝から打てて。あ、そうやね、芝から打てるのって一番いいよね。アプローチも、うん、パターも夜中でも全然、夜中でもできる環境があった。あのショットは機械なんで、うん、あのいつでも変えるし。あ、そう。早朝でも変えるし、夜も夜中でも変えるし、一日中練習しようと思ったら朝から晩までできる、うん、どう？日本とあっちの方がいい？はいはい。でも、うん、暑くて。暑かった？暑かった。世界に行きたい？はい、ま、ここで練習したい？はい。じゃあ一番楽しかったこと、このアメリカ行って2週間か2週間ぐらいおったんかな、向こうで一番楽しかったことは何ですか？ない。ない。まあ1回2回プール入った。プールに入ったぐらい？ぐらい。もうショックなあんまりなかった。一番辛かったことは？1位になれなかった。なれなかったことが一番辛かった。もっともっと自分がやっていかないといけない課題は何ですか？スリーパッドをなくしたり、うん、まあ一番スリーパッドをなくさないといけないと思う。いかない、うん、パッドイズマネーって言うからね。はい。もっともっとパターンには磨きをかけれるし、はい、アプローチパターンをもっともっと磨かないといけないだろうし、はい、次の目標は？次は全国大会があるんで、うん、全国大会で優勝したいです。まずはリベンジしに行かなきゃな、はい、負けたから。でも今までは口で言ってた世界大会、世界で勝ちたい、世界優勝したい、世界一になりたいって口で言ってるだけで漠然とした目標やったと思うね。でももう目の前で聖之助が勝ったっていうことは、リクにとっては今まで良きライバルであってずっとライバルできた中で現実に自分もできると思わんかった。聖之助ができるなら俺もできるんじゃないって。同じ日本勢としてどう、うん、まだまだ無理？いやまだまだではないけど、ないけど勝って、あ、でも世界で優勝って本当にできるんだっていうのは聖之助くんに教えてもらったことやと思うね、はい、それはすごいいいことやと思う、はい、陸にとってもね、はい、これから先多分プロになっても良きライバルであると思うし、はい、追いかけたり追い抜かされたり追いこうやっていく仲やと思うし、はい、でももう世界一になった聖之助くんがまずそこを倒さないとね、全国ではいけますか？はい。まあで世界から帰ってきて一つ変わったことがあるよね。何を変えようって言った？私生活？はい。どういうこと？お母さんに、今までお母さんにとかお父さんに反抗してたけど、うん、反抗とかもせずに、二人に感謝をして。そうね、はい、感謝の気持ちは忘れずに、はい、それと何でも自分でやる。そう、まずはそこやね、自立から、はい、世界で変わってきたと、はい、ゼロキッズの子たちに俺は変わったんやぞと、はい、見せつけれるぐらい、はい、変わってください、はい、せっかく行った、はい、経験の世界大会、はいはい、じゃあ最後に一言、はい、どうぞ。アメリカに連れて行ってくれたお父さんとお母さんありがとうございます。応援してくれたゼロキッズの皆さんもありがとうございます。背負ってたゼロキッズも果たせなかったけど
次は全国でリベンジできるように、うん、まず予選通過やね、うん、まず全国に行った気分におるけど厳しい行ける気分でおるけど結構やばい結構やばいやろ予選も結構予選も厳しいやろもう今から行きますみたいなレベルやけどまだまだ今からですはいまた1からはいまた来年も世界大会行きたいですかはいじゃあ来年は来年こそは優勝していきますお願いしますよ、はい、頑張ってくださいはい、はい、ありがとうございましたありがとうございました、はい